さあさあさあ買ってきました。こちらユニクロ、多分ユニクロの商品の前のちょっとね本を買ってきたんで紹介したいと思います。あ、太宰治さんの人間失格、太宰治さんの人間失格読んだんですけど、あれはなかなかすごいですね。あれ俺この話したっけ、あ、ツイキャスでしたんだ。あれはね、ちょっとなんか若いうちに読まなくてよかったなと思って若いうちに読んだらすごい影響されちゃう本だなってちょっと思いましたね。ということで今回買ってきた本はこちら2冊、じゃじゃん。まず1冊目が、ジョコビッチの生まれ変わる食事。これ前から読みたくて、いつか読もうと思って今日買ってきました。ちょっとね、今買ってきて、夜ご飯食べつつね、あのお店に入った時に読んだんですけど、ちょっと面白そうな本がバンバンしますね。また読んだら楽しみます。で、続いての本はね、これちょっと今までと違うテストで、日本の絶景島旅、なんかガイドブックみたいな。そう、日本にもね、こんないっぱい島があるんだって知らなくて、パラパラっと見てたら面白そうだったんで、ね、これでちょっとね、いろんなとこ行けたら行きたいと思います。ものすごい綺麗なんですよ、写真が。これは心揺さぶられますね。ということで本はこちらで、メインはユニクロで買ってきたものですね。まず買ってきたものはこちらニット帽、安かったんで買ってきました。普通は1000円なのに今ならなんと500円、ユニクロあるあるですね。あったかいずんぐりむっくりになっちゃうけど、これで耳まで隠せばね、あったか、こんな感じですかね。これが500円で、メインはこっちです。じゃんじゃじゃん、結構話題になってるかと思うんですけど、これですね、ヒートテックの超極暖ウルトラワームヒートテック上下セットですね。これを買ってきました。これ今までのヒートテック、ヒートテック、極暖、そして超極暖あって、僕も今極暖着てるんですよ。ですごい良くて、さらに上がるね、こちらちょっと試してみたいなと思ったわけですよ。どうなんだろう、あの店頭で触った感じだとものすごい分厚かった、寝巻きみたいな感じだと思う。トレーナーっぽい感じでかなり汗でしたね。さあこれをね、早速開封していきたいと思います。いやほんと寒いのは参っちゃいますよね。私やっぱり冬がどうしても苦手ですね。夏が大好き、冬が大嫌いってね、生まれは冬なんだけどね。はい、まず上着、着た感じもうインナーじゃない、これ一枚でもう外出れるっちゃ出れるぐらいの。じゃあちょっと下も履いてみます。だ、今までのヒートテックとは全然違う感じを受けますね。で、今までのは薄くてその下着みたいなのにものすごくあったかいってところがやっぱり良かったところじゃないですか。これだともう普通の服って感じで、インナーに着るとかなりゴワゴワしちゃうんじゃないかなっていう感じで、これでズボンとか履いたら、で本当にものすごく寒い時はこれが役に立つかと思うんだけど、セーター着てね、まだいいのかいいのか。じゃあちょっと家の中だとね、分かんないから一応ベランダ出て体感していきます。はい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 、体感としては下が俺的にはものすごくあったく感じる。前までのヒートテックもあったかいんだけど、もっと詰まってみっちりとね、この太ももの周りとかガードしてくれてる感じ、風を入れない感じがあるかな。だから今までのヒートテックとは初め思った感じだと、あ、かなり違うものかなと思ったけど、中に着ちゃえば一緒だわ。ごめん、よくわかんないレベルで右往左往してるけど、でお値段が、まあ値段は結構いい値段するんだよね。1990円プラス消費税だから、今までのよりもやっぱ高いですね。あ、やっぱあったかいわ、あったかいっすわ。あのさっきは普通のヒートテック極暖と青着てて M 着て、それでまあ普通ぐらいだったんだけど、これ今超極暖着たらちょっと暑い、ポカポカしてきて暑い感じですね。
あ、家の中でこの MA を着る人はいないと思うんだけど、中がポカポカしてきた。超奥段スじゃないかもしれない。まあ実際ねこれでね一日出かけてまた違った感想出てくると思うんで、まだお世話できると思います。ということで今日は超奥段を感じてみたということでした。ぜひ楽しんでください。